どうも、月ラボです。今回ですね、こちら Amazfit の最新スマートウォッチ Amazfit GTR4 を入手したのでレビューしていきたいと思います。昨年は Amazfit GTR3 シリーズを中心にとても好調で、日本での展開も優先順位が高まった結果、 Amazfit の知名度もかなり上がっていると思います。スマートウォッチといえば Amazfit というブランディングが成功していますよね。昨年新 OS ZEP OS を主軸にすることで、その他のシリーズも高い品質と機能性を持ち展開を進めてきました。そして今回満を持して発売された GTR4 シリーズより ZEP OS も第2世代へと進化をしました。今回ご紹介する GTR4 は Amazfit の威信をかけたフラグシップモデルという位置づけで、先に言ってしまうと今回の GTR4 シリーズは正直かなりおすすめ度が高いスマートウォッチになっています。今回は実際にしばらく使ってみて感じた Amazfit GTR4 の感想を忌憚なくご紹介していこうと思います。では早速見ていきましょう。まずはざっと Amazfit GTR4 のアウトラインです。今回メインとなる OS が ZEP OS 2.0 にアップグレードしました。かゆいところまで手が届く OS に進化していますね。現状他のスマートウォッチと比較しても OS としてかなり完成度が高いと言えるでしょう。また今回 Amazfit 金星のヘルスケアは最新のバイオトラッカー 4.0 を採用しています。そして何よりデザイン性が大きく方向性を変えて、名作と言われた Amazfit GTR 初代を思い返すようなクラシック&スポーツデザインへとベクトルを変えてきました。はい、というわけで Amazfit GTR4 のデザインの方を見ていきましょう。前述した通りデザインが大きく方向性を変えてきました。振り返れば GTR2 シリーズよりベゼルレスデザインを取り入れ、 GTR3 ではそこからさらにミニマルとスマートさに完全に舵を切った印象でした。スマートさ全開でより大人っぽく誰にでも受け入れられるようなデザインになったことは確かなのですが、スマートウォッチファン的には名作と言われている初代 GTR のクラシック&スポーツテイストの復活も望まれていました。そして今回満を持してクラシックテイストでの復活となったわけなので、 Amazfit ファンとしては興奮せずにいられません。極力無駄な装飾を省いていた前作 GTR3 と比べてかなり情報量の多いデザインとなっており、パッと見てより時計っぽく高級感が高まっていると感じますね。ベゼルレスだった前作とは違い、しっかりとデザインとしてのベゼルがついています。スマートウォッチにおいてベゼルという存在はもともとデザイン的に隠しきれない設計のもろもろがベゼルという部分に現れ、イコール画面が小さくなるというものでした。ベゼルレスデザインというものはそういった設計の突き詰めと工作精度の向上によって生まれた、いわば技術力のデザインなわけですね。一方でベゼルレスデザインはどちらかというとのっぺりとした印象になりがちです。時計ファン的にもベゼルレスデザインは賛否が分かれるポイントなんですよね。今回の GTR4 はわざわざベゼルパーツをカラーで切り替えるほどしっかりとベゼルをアピールしています。それでありながら画面サイズと本体サイズは前作と比べても劣ってはいません。ベゼルはよく見るとガンメタリックカラーの中にインデックスが彫り込まれていますよね。ベゼルとガラスの間には段差はなくフラットになっています。なのでディスプレイ保護的な意味合いでのベゼルではないですね。デザイン的に大きなポイントは前作に引き続き搭載されたデジタルクラウンでしょう。前作よりもボタンっぽさが上がっており、より目立つようになりました。ボタンの中央には赤色でワンポイントカラーが入っています。クラウン自体も他のパーツよりもワントーンをついた色合いになっています。また先端はデザインで切り欠きが入っており、角度によってそこだけキラッと光ります。またクラウン下のボタンも中央にワンポイントが入っています。ボタン一つだけでもこれだけデザインディティールが凝っています。今回ケースはアルミニウムになっています。アルミニウムケースはデザイン的にのっぺりとしがちでちょっと懸念していたんですが、それは杞憂でしたね。まずケースのデザイン自体が結構情報量が多いですよね。前作 GTR3 が極力シームレスで一体感のあるデザインをしていたのに対して、ラインや面といったデザイン要素がかなり多いです。今回私が良いなと思ったのがアルミニウムの側面を削り込んである点ですね。これが入るだけで切削面がキラッと光るようになり、デザイン的にかなり見栄えがいいんですよね。ざっとベゼル、クラウン、ケースと3つのポイントでそれぞれディティールアップがされていることで、今回の GTR4 が情報量多めなデザインなのがわかると思います。ディスプレイについては残念ながらサファイアガラスではありません。サファイアガラスはかなり価格が上がってしまうため何とも言えませんが、ここ最近のメインストリームのスマートウォッチではだいたいサファイアガラスが使われています。それらと肩を並べる Amazfit のフラグシップモデルで有機ガラスなのはちょっと見劣りするポイントかもしれませんね。傷にも騒音に弱いと思われるので、気になる方はフィルムなどを調達した方が良いかもしれません。
今回もう一つ変わったところで言うと背面の処理についてです。これまでプラスチック感丸出しで質感が良くなかったんですが、今回は光沢のある塗装がされています。もちろんベースの素材はプラスチックではあるんですが、塗装の品質が良くセラミック風の塗装が施されています。それに伴い全体的な質感も上がっていると感じますよね。今回私はメーカー様よりフローエラストマーのブラックカラーを提供いただいています。ブラックカラーについてはバンド素材がシリコンではなく質感の良いフルオロエラストマーバンドになっています。厚手でしっかりとしており、表面もフッ素コートがしっかりとされているためサラサラとしています。デザイン的にはクラシックスポーツらしいデザインになっており、ベルトの付け根に特徴的なパターンとブランドの型押しが入っています。実はスマートウォッチを選ぶ際最も質感が良いのはフルオロエラストマーバンドだと私は思っています。レザーバンドと違い素材自体の重さもあるので、トータルで質感がよく感じると思います。ブラウンカラーについては、こちらはバンドの素材が合皮とシリコンのコンビネーション材質になっています。クラシックラインのスマートウォッチでは上位モデルとして本革を使ったストラップを使うことが多いです。パッと見見た目が良いのでさぞ質感も良いだろうなと思いきや、ここが落とし穴。本革自体がそもそもかなり軽いので、実はトータルでの質感が悪くなりがちなんですよね。あくまで個人的な感想ではありますが、質感を求めるならば本革ではなくフルオロエラストマーバンドの方が良いかなと私は思っています。で、今回のブラウンバンドについてなんですが、表面が合皮、裏面はシリコンというコンビネーションバンドになっています。この形式は初代 GTR のものと同じなんですね。このコンビネーションバンドだとベルト自体の厚みも生まれて、ある程度の質感が生まれるんですよね。しかもシリコンなので汗にも強いという、実は本革のベルトよりも質感が良いんですよね。実際に GTR のベルトを GTR4 にスワップしてみた感じです。どうでしょう、かなり印象がガラッと変わりますよね。ぐっと大人っぽくなったと思います。ベルト自体の材質やデザインは微妙に違いますが、かなり近いデザインになっていると思います。こういった点からも今作 GTR4 が原点回帰にフォーカスしている点がよくわかると思います。質感は前作よりもだいぶ向上していると思います。前作 GTR3 では価格に対して質感のチープさが弱点でした。スマートで軽いという肯定的な見方もできますが、正直私個人としてはチープという見方も結構強めでしたね。前作を購入した人たちは GTR4 の質感がどうかっていうのは気になっていると思いますが、この点に関してはかなり良くなっていると思います。本体ケースはアルミニウムをベースにしているので、基本的には軽量ではありますが、背面の仕上げやストラップの質感などもろもろ合わせて前作よりも格段に質感は上がっていると思います。実際に測りで測ってみると、前作 GTR3 が 58g で、 GTR4 が 61g と若干質量も増していますよね。入ってきて実際に着用するとこんな感じです。相変わらず大型ケースではありますが、比較的スマートウォッチとしては薄型なので平べったい感じがありますよね。デザインに関して正直私としては大満足です。今回の GTR4 に関しては GTR3 で上がったユーザーの声をしっかりと聞き、それでいて初代 GTR シリーズへの原点回帰を狙ったモデルだと感じます。スマートウォッチファンとしてはこのモデルめちゃくちゃおすすめできます。ディスプレイはベゼルが存在するため、実は前作 GTR3 Pro が 1.45 インチからGTR4 は 1.43 インチと 0.02 インチわずかながら小さくなっています。まあ、ただその差は全く分かりません。これまで通り高精細でコントラスト感の強い有機ED ディスプレイを採用しています。またこれは ZEPOS2.0 からの新機能ではあるんですが、スマートウォッチながらディスプレイのカラーキャリブレーションが存在します。選択できるのはビビットとナチュラルの2種類ですが、スマートウォッチでこの機能は初めて見ましたね。通常はビビットがデフォルトになっています。これは人によって差が大きいと思いますが、ビビットだと確かにややサイドとコントラストが強すぎると感じる人もいるかもしれませんね。一方前作は高いピーク輝度を歌っていましたが、 GTR4 では輝度数云々に関してはアピールされていません。実際に晴れた屋外で見たところ、前作より大きく差は感じないかもしれませんね。この辺は公式のソースがないため何とも言えないです。 Amazfit はメインストリーム製品ではかなり公式ウォッチフェイスを頑張ってきます。なんと今回は200種類の初期フェイスを準備してきました。
この数はフェイスストアのあるものを除き、初期状態で準備されるフェイス数としてはかなり力が入っています。もちろん全てが新作ではなく、これまでのシリーズからの流用品も存在しますが、大体半分以上は新作フェイスなんではないですかね。フェイスが切り替わる際の遷移時に針が滑らかにアニメーションするようになりましたね。だからなんだと言われればそうなんですが、こういったちょっとした UI の進化もしている点でしょうね。雰囲気としては Wear OS などの高級機の動作感を目指しているようです。あくまで目指しているので Wear OS のようにぬるんぬるんというわけではありませんが、前作と比べてだいぶリッチになりました。いくつか気になったウォッチフェイスを見ていきましょう。まず今回こちらメインのウォッチフェイスですね。ムーンフェイズがついていたり、情報量がかなり多くかなりかっこいいです。シンプル系のウォッチフェイスですね。赤と黒が今回のキーテーマですかね。デジタル表示のウォッチフェイスです。天気が滑らかにアニメーションしていますね。シンプル系のウォッチフェイスです。シンプル系のウォッチフェイス、もう一つクラシックテイストのウォッチフェイスです。これかなりかっこいいですね。クラシック系のウォッチフェイスです。こちらはテンプが滑らかに動いていますね。このウォッチフェイス、時間か何かで文字盤の色が変わります。この条件がちょっとよくわかんないです。ベゼルがあるので白系のウォッチフェイスがあってもかなりかっこよく映えますね。やはりこういったクラシック系のデザインがかなり多く用意されています。前作で人気だったウォッチフェイスですね。これかなり色味が綺麗ですよね。こういったデザインのものだったり、やっぱりクラシック系かなり力が入っていますね。こんな感じ。 ZEP OS ではミニアプリで簡単なゲームなども配信されていますが、ウォッチフェイス上でプレイできるのも複数追加されています。まずこちら、タイミングよくボタンを押すとパンチ力を目指すゲームですかね。はい、こちらはタップして弾丸を落とさないようにするゲームですね。はい、こんな感じで、あ、結構難しいんですけど、こんな感じで弾丸を落とさないように縫うように、あ、はい、こんな感じのゲームです。あとこちらですね、歩いた歩数によって惑星にミサイルを撃ち込むことができる謎のゲームです。1000歩で一発ですね。なんで今日はまだ一発も打ち込めていない状態なんですが、まあ、こういった謎のゲームもあります。まあ、こんな感じでですね、全体的に簡単な内容のゲームでありますが、複数用意されています。デザインエフェクトやドットなど無駄に気合が入っていますよね。アニメーションフェイスは前作よりも存在していますが、数がかなり少なかったです。 GTR4 ではかなりたくさん追加されていました。そしてクオリティも高めでした。いくつか見ていきましょう。はい、こんな感じでカラーがめちゃくちゃ変わるウォッチフェイスですね。こちらはなんか魔法陣のようなウォッチフェイスになっています。こちらは地球がぐるぐると回っていますね。かなり滑らかにアニメーションしています。はい、というわけでこんな感じでウォッチフェイス周りかなり気合が入っていますよね。 Amazfit GTR4 は最新の ZEPOS 2.0 を採用しています。実際の動作感自体は前作の ZEPOS とあまり大きな差はないかなというふうに思います。まあ、前作の時点で結構サクサクさんはかなり高かったので大きな進化はないと思います。動作感よりもカスタマイズ性が向上していると思います。例えば前述したカラーキャリブレーションだったり、ショートカットタイルの編集など、スマートウォッチとは思えないほどに細かく設定することができます。また設定はアプリ側からも設定が可能で、 ZEP OS になってからは設定項目も多く、ほとんどの設定はアプリから変更することができます。今回新しく会員カードという機能が追加になっています。アプリ側に QR コードかバーコードを読み取らせ保存することで、スマートウォッチ側でその情報を所有することができるようになりました。未検証ではありますが、 QR コードを提示して決済するタイプのものでも使えるんじゃないかなというふうに思います。 QR コード以外にもバーコードも読み取れるので、使い方次第ではかなり便利になるのではないかなというふうに思います。地味にポイントなのが LINE の返信に対応していることです。これはもしかしたら Android 環境だけかもしれません。GTR3 でしれっと追加になった LINE 返信機能ですが、これはかなり便利です。思ったよりもこの機能を私は使いますね。 ZEP OS であれば全て対応しているかと思いきや、その後発売された Amazfit スマートウォッチでも一部のモデルしか対応していませんね。スピーカーとストレージも持っているので、音楽再生や通話も可能です。アドレス機能やダイヤルパッドももちろんついています。ちなみに過去の ZEP アプリの方で連絡先の方をインポートする際に、ハイフンが入った電話番号は端末側に設定できないというバグがあったんですが、こちら今回改善しているようです。
前作より多様になった追加アプリに関して当初かなり寂しい印象だったんですが、ここ最近になって急にアプリ数が増え出しました。ゼップ公式のアプリが多いんですが、サードパーティーのアプリも徐々に増えてきています。開発が増えていっているようですね。いくつか気になったアプリの方をご紹介したいと思います。まずはとてもシンプルな体重管理アプリです。自分の性別身長を入力し、毎日の体重を記録することができます。体重は1週間単位でグラフ化することができるようですね。体重は数値によって重すぎや軽すぎといったアラートを英語で出してくれています。スマホにはこういったアプリ腐るほどありますが、スマートウォッチではかなり珍しいんじゃないですかね。お次はマイタイムというアプリですね。自分の1日の生活で何にどれだけ時間を割いているかを記録するアプリです。睡眠、仕事、食事、買い物、ネットなどのあらかじめカテゴリーがあり、それらを始める前に手動でスタートし、終了後にストップすることで記録ができます。面白い機能だとは思いますが、いちいちこんな几帳面に記録できる人であれば、このアプリに頼らずとも管理できるだろうとマジレスしたくなりました。まあ、大体ミニアプリはこんな感じのものが多いですね。まあ、使いようのないものもありますけど、結構面白いのも増えてきているかなというふうに思いました。細かい機能に関してはちょっとざっと見ていきます。アラームですね、はい、こんな感じです。カレンダーに関してはスマホのシステムカレンダーと連動することができます。こんな感じでスケジュールを共有することができます。太陽と月、これはまあ潮汐ですね。あとはコンパス、あと高度、気圧計ですね。あとは女性向けの機能、呼吸コントロール、ストップウォッチ、カウントダウン、スマートフォンを指す世界時計、まあ、この辺は基本的なものですね。で、トゥードゥリスト、これかなり便利です。よく使っています。あとこれよく聞かれるんですが、音声メモ、まあ要するに録音機能ですね。まあ、最近まあコンプラだったりパワハラがどうのこうのみたいな感じの需要があるみたいですね。あとはポモドーロタイマーとリモート撮影などなどですね。まあ、ざっと機能はこんな感じになります。バッテリーは 475mAh と比較的大きめです。残念ながら急速充電には非対応で満充電まで2時間となっています。バッテリー持ちに関しては前作同様におよそ14日間を謳います。この辺はもう言わずもがななんですが、使い方によります。今回 ZEPOS 2.0 になったことでバッテリー使用状況を細かく確認できる充電管理という機能が追加になりました。本体の設定画面より現在のバッテリー残量のほか、バッテリー消費が高い機能のオンオフと、実際にどの機能をどれだけ使用しているかの統計情報を見ることができます。まずバッテリー消費が最も高いのはヘルスケア機能についてです。心拍数、SPO2、ストレス、睡眠といったトラッキングは基本的に全て常時オンがデフォルトになっていますが、これらはバッテリー消費に直結するため、それぞれオフにすることで消費を抑えることができます。この設定についてはずっと使い慣れている人からすると当たり前ではあるんですが、新規スマートウォッチユーザーは実際の交渉値との乖離でネガティブに移りかねません。OS 側で明確にこの機能をオフにすれば消費が抑えられますということを明確に提示することでユーザーフレンドリーになっていると思います。バッテリーの交渉値14日間にはもろもろ条件があります。点灯回数と時間、ワークアウトの使用回数、通知の回数など14日間のバッテリー持ちを実現するためにはメーカー側の基準値が実はあるんですね。なので実際の使用においては人によってだいぶ差があるわけです。今回の GTR4 ではこれらの1日の使用回数の統計を表示できるようになりました。この辺はスマートフォンのバッテリー管理にかなり近く、スマートウォッチに特化した管理はかなりユニークだと思いますね。もし自分の思った以上にバッテリー消費が早い場合は、この画面から消費の多い項目を確認し、細かく調整することで目安になると思います。今回用途の違う省電力モードが2つ存在します。一方は自動ヘルスケア関連を一括でオフにし、画面の点灯などオフといった明確にバッテリーに影響する項目を制御し、ウォッチフェイスや通知といった機能はそのまま使用するものです。こちらはショートカットアイコンからバッテリーをタップすることで設定することができます。もう一方は時計モードというモードで、ウォッチフェイスがとても簡略化された上で、素数と睡眠ログは有効になるモードです。おそらくこちらの方がバッテリー持ちは良いでしょう。大体のスマートウォッチは省電力モードにするとウォッチフェイス機能が潰されることが多いので、ユーザーに選択肢ができたのは良いことだと思います。バッテリー持ちは14日間を謳っていますが、デフォルトの状態ではもろもろの機能が全てオンに設定されているため、思ったよりもバッテリー持ちは悪いです。初期状態は公式でいうところのヘビーユースの状態になっており、この場合は7日間のバッテリー持ちなのは注意が必要です。
今回の検証においては初期状態のまま 100% から4日間使用した結果、残量 40% となりました。1日あたり 15% ほど消費していますよね。この減り方だとおよそ公式のヘビーユースに近い数字になっていると思います。ヘルスケアについてはセンサーが最新のバイオトラッカー 4.0 になったということで、精度などが向上していることを謳います。ただ正直機能面においてはすでに前作時点で極まってた感があるので、これといって新機能はありません。心拍数、血中酸素濃度、ストレス、SPO2 それぞれ自動で測定を行います。前述した通りデフォルトで全てオンに設定されているので、バッテリー消費が激しめです。取得間隔など自分のライフスタイルに合わせて調整する必要がありますね。GTR シリーズといえば、なぜか知らないけど GPS の精度があまりよろしくないというのがお決まりでありました。 GTR3 では若干改善されたものの、フラグシップとしては微妙な結果でした。今回も同じルートで検証した結果、 GTR4 は GPS の精度が改善されていると思います。比較としたのは高い精度を誇る Amazfit T-Rex2 との比較です。 T-Rex シリーズは過去よりも GPS 精度が良いため、それと同等の精度が出せるようになったのは大きな改善点だと思います。Amazfit GTR4 では T-Rex2 で搭載されたルートバック機能にも対応するようです。ワークアウト中に歩いた軌跡を表示し、そこから帰り道がわかるという機能ですね。ただしこの機能は後々の OTA アップデートで提供されるということで、現時点では非対応でした。 Amazfit は OTA での後日対応が目立ちますね。ちなみに後の OTA にて対応する衛星が増えて6サテライトになるとのことです。ファンとしてはリリース優先よりも完成度を上げた上での正式リリースの方がいいんじゃないかなとも思ったりもします。価格についてです。今回の日本版の先行提供にあたって、価格情報は提供されない状態でレビューを行っています。もしかしたら発売までの期間で提供されるかもしれませんが、レビュー時点では日本価格把握しておりません。なので、海外版の価格と最近の Amazfit Japan の動向をもとに予測になります。まず、海外版の価格については199ドルとかなりお得に見えます。ただ現在は鬼のような円安のため、約2万8800円という状態です。送料などもろもろ込みで3万3000円ぐらいですかね。Amazfit を安く買うなら米山という感じでしたが、ここ最近だとかなり微妙な感じがしています。ここで期待したいのが日本版での価格です。GTR3 Pro などは日本での価格かなり高額でした。ただここ最近の Amazfit は GTS4 Mini や Band 7など最新スマートウォッチの価格がこれまでの日本国内の価格と比べてだいぶリーズナブルに調整してきています。なんと GTS4 Mini に至っては日本が最安という状態ですね。これが Amazfit Japan の方向転換であれば、今回の Amazfit GTR4 期待してもいいんじゃないかなと思ってはいるんですが、現時点ではまだまだ分かりません。グローバルでの価格に近いのであれば、今回の GTR4 完璧にお勧めできる鉄板となるわけですが、その辺はかなり期待したいところだと思います。はい、というわけで最後に Amazfit GTR4 の方をまとめますと、今回の GTR4 かなり気合が入っているスマートウォッチだと感じました。 Amazfit の知名度を一気に上げたマスターピース、初代 GTR を思い返すようなプロダクトで、まさに原点回帰だなと思いますね。GTR2 から GTR3 のミニマルなデザイン性も良かったんですが、多くの人にとってストレートにかっこいいと伝わるのは今回の GTR4 でしょう。機能性に関しても他社メーカーと違い、 ZEPOS のカスタマイズ性が極まってきているので、独自 OS 系スマートウォッチとして一歩先を行っていると思います。帰ってきたマスターピースと言ってもいいぐらいに完成度が高く、今年のベストバイと言えるスマートウォッチだと思います。今回 Amazfit Japan 様より GTR4 専用のクーポンも提供されるということでしたが、現時点ではまだいただいておりません。この動画が公開できるタイミングではいただけるのかなというふうに思いますが、クーポンの方届き次第詳細欄の方に記載をしておきますので、気になる方はぜひクーポンを使用してお得に購入してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回こちら Amazfit GTR4 の方をレビューしていきました。この動画が参考になったって方がいらっしゃれば、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。以上、ザキロボでした。ありがとうございました。